オッケー、シングルプレイ始めていこうぜ。明豊学園の前生徒会長山田は全国制覇目論み、全ての高校を自分の支配下に置こうとした。しかし熱血高校の国男と花園高校の力の活躍により山田の全国制覇の野望は阻止された。明豊学園から山田が去り1ヶ月、一時は殺伐としていた明豊学園の生徒たちだったが、今はその乱れもなくなり、新しい生徒会長の東堂が明豊学園を仕切っている。東堂は山田が引き起こした事件の詫びに、高校生らしく共に汗を流そうではないかと高校対抗の運動会を企画する。しかしそれは建前であり、彼は運動会の場で再び霊峰学園の力を見せつけようとしているのであった。なるほどね。お、霊峰学園、龍一、龍二、東堂、ちょっと待ちなさい。あ、これ長谷部じゃねえの。お、運動会では司会を務める霊峰の副生徒会長、実は学園最強は彼女という噂。最強とめ、何をこの招待状、こんなふざけた運動会だなんて聞いてないわ。招待状、〇〇高校の皆様、この度たくさんの高校を招いた大運動会を開催させていただくことになりました。皆様と共に気づき汗を流しスポーツで交流できたらと考えています。ぜひご参加をお待ちしております。霊峰学園生徒会長東堂守、運動会の内容については別紙をご覧くださいませ。主な種目は夢道クロスカントリー、障害部屋競争、棒の上の玉割り競争、勝ち抜き格闘大会。うん、僕が考えた素晴らしい企画だ。おお、不良気嫌いしている霊峰学園の霊国生徒会長、霊国美男で聡明なお坊ちゃま、ソン・オブ・ウルトラ・ディスティングシュ。きっと素晴らしい運動会になるね。何が不満なんだい。最後の一文よ、種目中参加者はルール無用。トードわけわかんねえよな。トードが考えたんだもんな。どうぞ腕に自信のある方は振るってご参加ください。だねだねじゃないわよ、こんなふざけたルールで参加するわけないじゃない。そう思うんだよね普通は。どうかな、返事を楽しみに待とうよ。面白いやつな東堂もな。1週間後、天の声か。おお、長谷部が帰るところか。長谷部先輩、したの？生徒会宛てに手紙が届いてました。東堂さんはもう帰ったみたいなので長谷部先輩に渡しておきますね。ありがとう、気をつけて帰るのよ。なんか不良っぽいやつが。何何？運動会の返答ね。なんか顔をしかめて、どうした？はあ、ほんとバカばっかり。応募者が多数、新規メンバー選抜1戦目、期待の新人。なんだろう、なんだ、あ、自分か、これ、これ自分っていうかね、なんかアバターキャラっていうかね、登場させられるっていうのは、まあドラゴンボールゼロバー最近やってたけど、まあ面白いんじゃないのこれ。熱血格闘伝説的なあれだよね、主人公は君ら的なね。気が重いな、どうしよう、僕なんかが行って戦力になるのかな、行こうか帰ろうか。森本じゃないの、今回武器投げ覚醒が取り上げられちゃった平凡な高校生。どうしたこんなところでため息なんかついて。この格好、このマスク、ジェイソンかなんかじゃないんだからさ。テクノス君、森本不良高校の中の気弱な少年、たくましい男になるため強くなろうと思い運動会に参加、冬季覚醒。覚醒すんのこいつ。テクノス君も運動会に出るんだよね。ああ、
退屈な高校生活に飽き飽きしてたからな。森本も出るんだろ。うん、選考会で選ばれるかはわからないけど。苦笑いと言ったところか。お、高峰、おーい、お前たちも運動会に出るんだよな。高峰、俺は高峰、お前らと同じ1年だ。そろそろ選考会が始まるってよ。熱血チームの情報中、長男気質で面倒見がいい、実は老け顔が悩み。ああそうなんだ。なんかいかにもなんか柔道やってそうな顔ではあるよね。体格良さそうだし。ところでお前ら知ってるか、選考会の種目はクロスカントリーらしいぞ。クロスカントリー、あ、この夢見町を一周する種目だ。いくつもステージがあって、その順位で得点が追加されるんだ。うん、今回の選考会は1位でゴールしたやつが選ばれるらしいけどな。おお、1位でゴールしないといけねえのか。集中力とどれだけステージを有効に活用するかが勝負牌の鍵だな。俺も手を抜かないから、お前たちも全力を出してこいよ。あ、ありがとう。よろしくね。それじゃ運動場に行くか。この格好でホッケーでもやりに行くのか。霊峰学園主催大運動会の出場をかけて、テクノスたち熱血高校1年は選考会に挑みます。選考種目は夢見町クロスカントリー。あまりに遅かったり減点が多いと試合中でも失格になってしまうので注意。種目で1位になるとレベルアップして能力がアップしていきます。さらにテクノスは勝利した相手の必殺技を覚えることができます。ほー、これは面白い。なんかゴーカイザーとかもね、昔のなんか必殺技覚えられたんだよね。トレースできたっていうか、1位になり無事に選抜入りすることができるのでしょうか。できるといいね。お、森本高峰一条、こいつらとかクロスカントリー、さあやっていくぞ。もう いきなり桃園ちゃんじゃねえの。遅い。遅い。つか一条が早い。何面だって、なんだこいつ、必殺技とか卑怯じゃねえの。こっち何もねえんだぞ。いやこれ一体当たった。結構あれだね、コンピューター光線的なね動きがするね。今熱血高校、うん、熱血行進曲の中でのね熱血メンバーの選考会、これどうしたらいいんだ。すっごい呪い、なんだこの呪さは。初期ステータスとはいえレベル1だとこんなもんなのか。もういい、こいつ殺してやる。あー、マイナス1ポイント、厳しいなこれ。あ、スティックある。これでさ、スティックすることで素早さが上がれば。頼む頼む、腰に、お、来た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 、引きがいい、早くなった気がする。いて、止まってくれや一条くん。今どれ、あれ、もしかして画面が切り替わると効果無効。一条早すぎるっていうの。お、ナイス森本、よしここで逆転だ。まあちょっとゼロポイントでね、よし、なんとかここで一番チェックして、ここからはずっと1位をキープしていきたいところ。とにかくあれだね、ライバルは一条、こんなに一条強かったのか。
よし、こいつらでやり合ってもらって、その隙に武器を拾うと手薄になるのかな。あ、1ポイント入るね、今回武器拾いで1ポイント入るけども、クロスカントリーでね、1位が到着、まあ、チェックしてから時間によってね、点数がどんどん減点されていくので、まあ格闘ばっかりやってると、まあ、不利になっちゃうんでね。よし、いけ。つか、なんだこれ、まるでなんかダブルドラゴンのような処理打ちしてるかのような。あ、この橋に鉄橋に邦夫君と文字が、おっとと、あぶね、くらえいいね、爆弾。今回相手にねぶつかった瞬間に着火してバーンとこう爆発するように変更されてるね。まあこれであれだね、オンライン対戦だとね、エリートチーム同士で対戦することもできるので、まあどちらかというと RPG 的な方がね得意だよっていうか、あまりこうねガチの対戦よりももうちょっと緩くやりたいっていう人は、エディット枠でねキャラクター育てて、うん、まあそういう中でやった方が多分いいと思うんでね。ガチでやりたい人はもうエディットなしのモードでガチバトルって感じで、だからまあいろんな人に安心してプレイできるように、まあ、設計されてるんじゃないかなと。とにかく何なんだこの脆さは。まあ普通のフリーバトルではこんなに遅いことはないんだけどね。初期能力が低いからこんなに遅いのかね、それともなんか処理打ちが起こっているのか、いや分かんないけども。あ、これなんか白いやつ出っ張りみたいになってて、なんかこいつら勝手に潰し合ってくれてるけど、あ、ゾウさんの滑り台、なんか右上のなんかねこの日光がね照りつけるこう日差しというかね、その演出が綺麗で美しいです。さて下水道どんどん進んでくぜ、マスコットがおら1しか当たんないのね。これじゃちょっとあれだわ、全員失格を目指すのはちょいと無理ってもんだぜ。まあ、この下水道っていうかね、気をつけることは水中ステージなので、しっかり息継ぎしてね。お、ちょっと長い息継ぎが。まあこのなんていうの、ストーリーモードを取る前にオンライン対戦ちょっとやったんだけどね、その時にちょっと殴るのに水中でね撲殺するのに夢中になりすぎて息切れあれもう沈んじゃったんだよ、水中に息がついえてしまってね。だからもう、まあ、殴るのに夢中になりすぎないように気をつけつつ、水面に顔を出してね息継ぎをしつつ、まあ、攻略を。ファミコン版と同じくね、武器がないと一方的にやられ放題で逃げるしかないのでね。まあ、ただファミコン版と比べると非常にはめづらくなっているので、まあ、そこら辺はうまくやっぱり25年の歳月というものが大きいよね。これはね、上の工事中の場所はね、足場が悪くて、まあ、スピードが落ちてしまうので、まあ、下の水路をね通っていくのが正解っていうのも、ダウンタウンの一徹行進曲を過去にプレイした方ならばご存知の様子と思われるこいつら面白いな、こいつら高峰森本にしよう。よし、ここは上だね、この上を通っていくのが正解。
やばい、一条が来てる、一条が来てる。早い。抜かされないか、抜かされないか。痛い。おい。ふざけんな。嘘だろおい。武器なんか持ってっからだよ。肘でバンって撃ってやらよかったんだよ、バカ野郎。はい、そこまで。選考会はこれでおしまいだよ。結果をどうぞ。はい、みんなお疲れ様。うん、やっぱり足りないのはキャプテンだけかな。選考の結果は後でキャプテンからの発表があるからね。みんなお疲れ様。どうなんでしょうか、これ。どうなんの？あー、そんなバカな。というわけであれだわ、ここ多分カットしていきなり多分最終コースのとこから「なめんなよ」とか言ってっけど、これむずいわ。特に最後はね、厳しかったね。まあ、ここら辺はカットしますんで。うん、ジェラレッコ現在不良勉強中、不良に憧れたい企業が、まだまだ甘いぜ。注意してね、もう最後は最後なんで、最後の一直線ここで抜かれちゃいかん。さっきちょっとね、初見プレイで抜かれてしまったので、絶対に抜かせん。やっぱ一条が強敵だったな。おお、いきなり必殺技オブオブシュートだったか。オブオブとゆらゆらとは全然進まないシュートだけど、当たるとものすごい威力。よし、なんとか選考会一発目。はーい、そこまで。選考会はこれでおしまいだよ。結果をどうぞ。よし、テクノス君すごい、こんなに早いなんて。これなら大会優勝だって。ほんと一条がね、厄介だったぜ。選考の結果は後でキャプテンから発表があるからね。みんなお疲れ様。ふぅ、おっ、邦夫君じゃねえか。お前たち1年の気合を見せてもらったぜ。全員合格だ。おみんなおめでとう。姿と七瀬が元気いっぱいおてんば娘、喋り方のあざとさが抜群なチームアイドル。なるほどね、あざといことなんだね。妊娠生 Pretty of Hearts。 おみんなのマネージャー2年の桃園だよ。イケイケ熱血ファイト。待て待て、全員合格だが、チームの人数が6人だから、今のところ4位だった一条は不潔だ。ガーン。もちろん運動会までに強くなればレギュラーを入れ替えることもあるからな、気を抜くなよ。よし、自分頑張るっす。そういえば俺の紹介がまだだったな。俺はキャプテンの邦夫だ。おお、邦夫くん、博覧かっこいいね。赤いシャツに、明日からビシバシ行くからな、覚悟しとけよ。皆様ご存知、熱血硬派、人情に厚く仲間思い、頼りにされる正義の不良、ホットブラッドタフガイ。イエーイエー。運動会目立つは優勝のみ。行くぞ。おお、アバターキャラ一人だけ V サイン。空気読めねえのか何なのか知らんけど、ウケるな。お、次のストーリーが、よし、運動会に向けて頑張らないとな。七瀬、心優しい姿の親友で不良ではなく普通の学生、霊峰学園に大切な弟分がいる。ザ・ベリーベーシックスチューデント。ザ・ベリーベーシックスチューデントね。
元気な1年も入ってきたし、俺もうかうかしてられないな。お、霊峰のやつらじゃねこれ。小芝、おい、お前、東堂の部下、その1、常に吐きがない、稼ぎになるので、下働き中。おう、ラスカル・ザ・ファースト、悪道1号だって。ネクス高校の七瀬だ、お前。なんだよ、お前ら。お、やるのか？やるのか？ねえねえ。フォードの部下その2、面白いことが好きでよく言うと無邪気。なるほど、悪道2号。フニャってやつを運動会に出られないようにしてよ。は？俺がクニョさんを裏切るわけないだろ。バカなやつだぜ。松田がどうなってもいいってことだね。おい、なんて言った？最近、崖の壺が壊されるって事件があったんだ。実は、その犯人が松田くんだ。とか。松田か。誰だ？学園長が大切にしてる壺だからね。犯人は退学って噂もあるとか、ないとか。あんたには関係ないか。運動会せいぜい頑張ってよ。もう行っちゃったよ。待てよ。分かった、話を聞こう。クリエイトで新たなキャラクターが選択可能になりました。新たなパースと必殺技が選択可能になりました。スピンアタック。おお、高峰顔と髪が、はいはい、次へバツボタン。そして森本が加わったオブオブシュート。さらに1をハリケーン、オブオブハリケーンスピンアタック。さてさて、上昇したパラメーター、そうだね、やっぱクロスカントリーとか。あれあれ、何何なんか、あれ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 、もしかしてなんか今とんでもないこと見せちゃった？どうしようどうしよう。いいえ。一応テクノス、気合入れろよ。国をしたってる爆弾男。実力十分だが、単細胞なのがたまに傷。ペネトレーションボンバーマン。爆弾突破。よし、そろそろ休憩するか。疲れた。やっと休憩できる。一条かわいいな。一条くん、お疲れ様。田舎から来た新米ヤンキー、都会に馴染むため不良を始めました。ニューカメンバッドネスボーイ、新米不良。俺は悪だぜって。おぶさん一条。目が、なんと俺超頑張りますから見ててくださいね。一条、桃園が見てなくても頑張れよ。ダメ、うるせえに行こうぞ。行こうぜ。来週には霊峰学園との練習試合やしな。あ、そうなんだ。皆さん大変ですって。お、ヒロシか。お、なんとヒロシとダウンタウンがついに3年生だよね、この時は。どうしたんすかヒロシさん。国を尊敬し不良に憧れる優等生。趣味はヤンキー映画の鑑賞。ウィークアナスチューデント、岩虫秀才。なんだか怖そうな人たちが運動会に出場するメンバーを探しています。え、お、小林鬼塚。これ、あ、レイカか。
熱血高校の皆様ごきげんよう。ほほう、なんか、後ろに問い箱は超大富豪の五条院系の五条院テニスの腕はプロ級、わがままな性格もプロ級、エゴイストプリンセス、わがままな令嬢、エゴイストなんか。明豊学園が練習試合に参りましたわ。あ、もう来たの？来週じゃなかったっけ？だよね、練習試合は来週のはずだろ。おかしいですね。今日練習試合を申し込まれたはずですが、小林、四天王のトップ、元御曹司インテリ系ヤンキー、家が潰れちょっと拗ねている、キャプテンヤンキー、四天王の長だね。もしかしておじけづきましたか？お、なんだとは？桃園、お前が連絡したんだよな。あれ確か来週って言ったはずなんだけど、日にち間違えてるかな。みんなごめんふざけんなよ。ごめんしてる、かわいいな桃園。こっちょこちょいの桃園さんも素敵っす。一条せっかくここまで来てやったぜ。おお、鬼塚、明豊学園の全生徒会長ね。ややこしい男らしく真面目な性格ゆえに昔山田に騙されたことも。おっと、必殺たば遅れ、わからん。やるのかやらねえのか、どっちなんだよ。まあそういえば国王がいないようだが、お前たちだけで大丈夫なのかな。おお、お前たちごとき国王さんがいなくても問題ない。練習試合やってやろうじゃねえか。一条、テクノス準備しろ。うっす。国王さんはいないけどやるしかない。なんか暗いな影が。私のせいで急に試合になっちゃってごめんなさい。よし、気を取り直して1年生のために簡単に種目について説明するね。クロスカントリーは大丈夫だよね。障害部屋もそれと同じで各ステージを早く駆け抜けて1位を目指すよ。いろんな仕掛けがあるから注意してね。玉割り競争は2つのチームで協力することになるよ。高いところにある球を割りに行くのか床で戦うかは君次第。勝ち抜き格闘はその名の通り戦って最後まで残った人が1位になるよ。ダメージを与えて倒すだけじゃなくて場外に落とすのもありだからね。まあ分かってるよ、そんなことは。クニオさんはいないけどみんななら大丈夫だよね。8試合頑張ってね。よーし、やるぜ。姿、あ、姿か。あ、なに、レイカー、レイカーも戦うの？なんとなんと。おーおーおーおお、姿キャプテン。そうだね、ここはね、やっぱり素早さの、まあ、一条くんかな。さあ、全中の選手が決定しました。いよいよ試合開始です。それではクロスカントリー第1試合を始めてください。じゃあ桃園がはしゃべってるのが、まあいいや、ちょっと疲れた。何こいつは4人もいるの？ちょっと望月早すぎませんか。スタートしたからね。タイトルに戻る。そうだね、一旦戻るかな。そうだな、戻ろう。ちょうどね39分。なめんなよなめんなよっと。というわけでこれがねダウンタウン熱血行進曲の、まあ、いわゆるストーリーモードだね。メインになるモードで、まあ、これで自分のねその分身となるアバターキャラを育てていって熱血行進曲に出場するために
頑張っていくという、まあ、そういう物語があるのでね、これを攻略していきたいなと。そうだね、こういうのでね、エリートキャラを育てていろんな必殺技を使えるようになるので、まあ一人でも十分楽しめる。そしてね、まあその育てたキャラを、まあ、いろんなね、こういう既存のキャラクターたちと戦わせたり、またオンラインバトルでね、戦わせできるということだね。というわけで、まあ、ダンダンミックス個人力、それゆけ大運動会、オールスタースペシャルの、ストーリーかな？実況プレイ、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。みんなも熱血更新力やろうぜ。というわけで、またな。